伝説によると、今から1800年前、人類滅亡を目論み、すべてを無に帰そうとした魔人オロチとその手先、八血衆。三種の神器と呼ばれる草薙、八坂に、八田の一族によって封印された。三種の神器は三族の末裔に分けられ、今も守られている。これがボスのおっしゃった黒章ね。せがれよ、ここは父に譲ってくれぬか。
親父、そういう殊勝な態度は嘘くさいぜ。親に対する敬意ってものがないのか、このバカ息子。そっちこそ親らしくしろよ。こういうのは早いもん勝ちだ。明日うちの執事に上等なの届けさせるからさ。肉団子の話じゃねえ。じゃあ何にらみ合ってんの。なあ、この二人どうしちゃったの。あれ、キングオブファイターズ。おう、なあおい、ちゃんと招待状見たのかよ。ルールが変更になってんぞ。3人1組のチーム戦だってさ。え、どれ。あ、おお、本当だな。どれ。これなら俺も親父もサウスタウンに行ける。うん、どうしても天才の力が欲しけりゃチームに入ってやらなくもないぜ。うん、ダイモン君、一緒に行こう。うん、親父と俺が組めば優勝は間違いないな。ああ、どんな奴らもわしら親子の敵じゃない。イエーイ、イエーイ。あなた、ちょっといいかしら。なんだい、ハニーチワーン。あんた、また外へ遊びに行くつもりね。家事も手伝わないし、前にチューついてろくなことしない。ハニーちゃん、お疲れ。何が痛いのよ。さっきの話聞いたわよ。観念しな。おとなしく家にいなさい。でも不公平だよ。なんでわしだけ。今日のやつは。あの子は後回し。だいたい父親としてお手本を見せるどころか、子供と一緒に暴れ回って。この親にしてあの子ありね。ハニーちゃん、わしが悪かったからね、ね。ああ、ああ、うん、あのクソガキ逃げやがったな、卑怯者。サウスタウンの子猫ちゃんたち、君たちの王子がやってきたよ。どこ見て歩いてんだ、この。すみません、本当にごめんなさい。私ったらうっかりしてて。大丈夫ですか。いや大丈夫。大丈夫だよ。俺くらいイケメンで大金持ちの王子様は、いつもの発作だ。行くぞ。これ俺のフェイスブック、お友達申請して。ごめんなさい、そろそろ行かないと。それじゃ。待って、ねえ、よかったら今度クルーザーに乗せてあげるよ。船の上でパーティーしない、盛り上がること間違いな。なんだよ、あれ、なんで二人いねえじゃん。ちょっと待てよ。お前ら歩くの早すぎ。どうもすみません、失礼しました。大丈夫だった。じゃあね。
おい、何見てんだよ。かっけえな。なんだよ、今さら。照れるじゃねえか。そういえば、この町に極限流の道場があるんだ。行ってみないか。おお、無敵の竜だの最強の虎だのって名乗ってるやつらな。宇宙ナンバーワンの天才格闘家二階堂紅丸と戦ったこともないくせに、よくもそんなザレ事を。とりあえず紅丸が先行だな。紅丸がくたばったら親父を呼ぼう。うん。極限流は今日、俺が潰す。覚悟しとけ。父さん、帰ってきたよ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアテリー、ハッピーバースデートゥーユー。イエーイ。それじゃあテリー、願い事して。うん、うわ、なんで欲しいの分かったの？それは秘密だ。じゃあ火を消して。久しぶりだな、兄弟子よ。何の用だ？秘伝の書を渡せ。貴様の手にあっても無意味だ。断る。ならば戦って手に入れる。強者にこそふさわしいものだ。戦う気などない。帰ってくれ。おう、かわいい息子たちがいるようだな。貴様、挑戦を受けないなら彼らの命の保証はない。キス。すまない、ちょっとだけ時間をくれ。何があっても外には出るなよ。その足では勝ち目はない。おとなしく負けを認めろ。貴様にこの秘伝の書は渡せない。ならば力ずくで奪い取るまでだ。
父さん、しっかりして。ねえ父さん、今すぐアンディを連れてここから逃げろ。俺の城のタンフルーの元へと。でも父さんは。お前たち二人ともいい子だ。大きくなるのをこの目で見ていたかったが。父さん、父さん、父さん、目を開けてよ父さん。あいつ絶対に許さない。俺が殺してやる。離せよ。なんで止めるんだよ。ケリー、意気地なし。俺にも勝てないくせにどうやって復讐する。あれから10年か。お前らは何にもしないで見てればいいからな。あ、終わった後の拍手だけは頼む。それとボコボコにされたお前を運ばないと。そうだな。誰がボコボコに。あ、待ってくれ。くそ。待てこら。坂崎、俺と勝負しようぜ。ちょっと聞きたいことがある。なんだてめえは。はい、どうぞ、何なりと。これがギースタワーか。お前は不意打ちしかできないのか。ふん、そんなことはないさ。Hmph!
卑怯な真似しかできねえのか。ところで、ベニマルは？ちょっと、どいてくれ。どけって。ああ。まったくあいつは何やってんだか。なんで俺より早いんだよ。タクシー使ったの。タクシー？そうか。でもなんでここが分かったんだ。頭いいから。いや俺だって頭を。もう休んどれ。あれってサウスタウンの格闘チャンプのビリーじゃん。なんでこんな楽しいことに。俺を入れてくんねんだよ。あいつ。こいつ、お前の手下か。どかせろ。知るかこんなやつ。俺はお前らを倒しに来た二階堂ベニマル様だ。くっ、ベニマルでもベニ三角でもいいが邪魔すんな。ベニ三角だ。かっこ悪いあだ名つけんな。俺はスーパークールファイターのベニマル様だ。盗んじゃおわれ。悪いな、こいつは俺の連れだ。今日のところはこっちで預からせてくれ。え、まだ勝負はついてねえのによ。お前は黙ってろ。ギースに伝えろ。極限流の KOF 出場を止められると思うなとな。俺とやる気ならリングで勝負だ。ところでお前は日本草薙流、草薙京。ほう、お前があの噂の天才格闘家草薙京か。極限流の坂崎亮だ。彼は俺の友人の大門五郎。へえ、名前は聞いたことある。柔道の達人だろ。うん。俺でしょ。次は俺でしょ。ねえねえ、うん、紅三角だっけ。よろしくな。なあ、時間があったらうちの道場に寄ってかないか。いいね、ぜひ。こっちだ。なんだよ、天才格闘家二階堂ベニマルの名前を知らないとは。あいつモグリか。おバカな紅三角なら有名になるんじゃないの。なんだと。こら待て。おっと。ギース様。坂崎道場にはもう手を出すな。はい。
あんなんじゃ物足りねえよ。後でもう一回勝負な。ところでお前の技は光剣なのに、なんで無敵の竜なの？ああ、それはだな。ん？おい、ロバート。リョウ、ユリちゃんがな。なんだ、早く言え。ユリちゃんが家出したんや。なんだと？お父さん聞いて、お兄ちゃんが KOF に出ちゃダメだって。こうなったら自分でなんとかする。世界は広いって言うから見ててよね。行ってきまーす。ビー、このバカ娘が男みたいに喧嘩ばっかりして嫁に行けなくなったらどうするんだ。おっと何すんやわれ。おっとはっ、おこの子どっかで見たような気がするんだけどさ。どこで、いつだ。ああそれ、昼間に空港でお前とぶつかった子じゃないか。ああそうそう、でも今頃とっくに飛行機に乗ってるよ。ここ行きの I don't know。 ベニマル、御曹司なんだから人一人探すくらい簡単だろ。まあね。ああ、ふん、あまったく、やはり一つできないのか。あ、もしもし、レイチェル、俺ちょっと頼みたいことがあるんだけど。まあとにかく中へどうぞ。ぜひご馳走させてくれ。さあどうぞ。なあ、ほら坂崎さん、サウスタウンに赤いキャップで赤いジャケットを着た格闘家っているかな。さあ知らないけど、どうして。いや別に、聞いてみただけ。隣いいかしら。どうぞ。はい、アンジェリナよ。テリーだ。私にも一杯おごってくれる？ああもちろん喜んで。彼女に何か。俺の顔に何かついてるかな。どこかで会った気がするの。人違いじゃないかな。今日サウスタウンに着いたばかりだ。でもこの店悪くないね。なかなかいい雰囲気だと思うよ。でしょ、義理の父のギースの店だもの。ギース、本当に大物じゃないか。彼もよくここに顔出したりするの。いいえ、忙しいからあんまり来ることないわね。私より父に興味がありそうね。ごめん、深い意味はないんだ。息飲みするから許して。飲むだけじゃダメよ。可愛い帽子かぶってるのね。それちょうだい。気に入ったんなら新しいの買ってプレゼントするよ。いいわ、約束よ。
大丈夫？ここ誰の島だと思ってる。勝手な真似してただで済むと思うなよ。おいみんな、やっちまえ。人数が多いからって負け認めないつもりかよ。負けたら犬の鳴き真似って約束したのに。くっ、やるだろ。だろ。くそ、仲間が嫌がった。あいつもやっつけろ。そろそろ行くよ。キャップ忘れないでよ。ついてこい。おい、サイモン。アンジェリナさん。サンキューな、俺はジョー東。俺はテリー。兄さん、アンディ、強くなったな。ああ。彼はジョー東、復讐の話を聞いて手伝いに来てくれた。復讐のことは慎重に進めないとな。臆することはない。今すぐギースタワーに乗り込もうぜ。うん、待て。あ、ざっと探ってみたが、奴はサウスタウンの有力者で、腕の立つボディーガードも大勢ついてる。そうそう、さっきもバーにかなりいたんだ。大丈夫さ、兄さんと俺、それにジョーもいればギースなんか怖くない。まだ兄さんは強くなればなるほど臆病になってきた。そんなに怖けりゃ俺たちが先に行く。行くぞ。まあ、オッケー。アンディ、相変わらず気の短いやつだ。我慢できないのか。我慢だと？もう10年も我慢したよ。おい待て。危ない！バカ野郎、死にてえのか！忍者頭、俺まだ飲めるぞ。飲める。まだまだ飲める。こいつ飲めないんだから、別に張り合わなきゃいいのに。なかなか根性がある。大丈夫かロバート。当たり前でんがな。ちょっとすまへん。このバカ。坂崎さん、今夜はどうもありがとう。いや、こちらこそろくなもてなしもできなくて。ユリのことはくれぐれもよろしくな。わかった、情報が入ったらすぐに連絡するから。それじゃ、大会で会えるのを楽しみにしてる。こちらこそ。じゃあダイモン、行こうか。うん。坂崎亮も、あの赤いジャケットの男を知らないと言ってたな。一体何者なんだろう。一度勝負してみたいんだがな。もういい加減にしろよ。どんだけ食えば気が済むんだ。だって晩飯食ってねえんだもん。それにこんな高級料理食わなきゃ損だろ。お前もどう？いらねえ。
何の用だ。荷物のお届けです。通ってもいいですか。うん、どうも。でもうまいっしょ。そこそこな。あ、やっぱ何者だ。さあな、当ててみな。捕まえろ。急ごう。私への忠誠心しかない番犬は必要ない。それを忘れるな、ビリー。何をぼさっとしてるんだ。さっさと荷物を下ろせ。早くしろ。
状況は？確かに問題です。先ほどちょっとしたハプニングもありまして、簡単には潜り込めそうにもありませんね。ではすぐに撤収しろ。わかりました。それから任務中のタバコはやめろ。いえ、吸ってないですよ。全然。吸い殻は片付けとけよ。なんでバレたんだ。私はギース・ハワード。だがその昔、私にはもう一つの名前があった。もうその名は忘れてしまったが。シュトルハイム城はかつて私の家だった。だが、父は母が正妻でないことを理由に、母と私を城から追い出した。私が手に入れるはずだったものすべてが弟のクラウザーに奪われたのだ。何の用だ。父さんに会いたい。無理だ。なぜだ。俺の体にもシュトルハイム家の血が流れている。俺も父さんの子、お前の兄だ。お前が卑しい生まれの分際で。どけ！殺せ！さもなくば必ずお前を殺しに来るぞ！殺しはしない。どうあっても兄弟だからな。だが消えろ。お前はもうここに必要ない。扉を閉ざされ、肉親への思いは凍りついた。だが変わって復讐の炎は燃え上がった。いつか必ず思い知らせてやろう、ギース・ハワードの憎しみと恐ろしさを。強くなるために私はさすらっていた。どんな手を使っても見つけ出すつもりだった。私を強者へと導いてくれる人物を。忘れがたき修行の日々、そんな安寧の時間がなぜかずっと続くと錯覚していた。そう、あの日までは。ギース、秘伝の書を盗む気か。ふん、あの老いぼれが悪い。俺もお前もあの人の弟子なのに、なぜ八極聖剣奥義、真の秘伝書の後継者がお前だけなんだ。気持ちはわかる。これは師匠の意志だ。それに秘伝の書を手にしなくとも、俺たちが八極聖剣の名を背負う後継者であることに変わりはないだろう。後継者は一人で十分だ。強者こそがふさわしい。ジェフ、お前に俺は止められまい。なぜ反撃しない。おじけついたか。ここで負けてお前より俺が強いと証明されるのが怖いんだろう。何、大丈夫か。ジェフ、俺はずっとお前より強いつもりだった。
だがまさかこんな力を隠していたとはな。俺が強いのではない、お前が背負いすぎているんだ。復讐のためにはもっと強くなるほかない。必ず秘伝の書を手に入れてみせる。二度と俺のものを奪わせはしない。お前は俺の一番の兄弟だぞ。それがなぜこんな下劣な真似を。俺に兄弟などいらん。兄弟はいつも俺のものを奪っていく。もういい、お前に失望した。俺の負けだ。殺せ。殺しはしない、どうあっても兄弟だからな。だが消えろ、お前はもうここに必要ない。殺しはしない、どうあっても兄弟だからな。だが消えろ、お前はもうここに必要ない。ようやくわかった。誠の力は孤独な人間にしか宿らない。いつか必ずお前を殺しに来よう。そして俺のものを取り戻す。この世界は私に対して全ての扉を閉ざした。もう暗闇しか見えない。だがこの無限に広がる闇の中にこそ私の道があったのだ。ジェフ、私のものを取りに来た。Happy birthday to you. あ、なんだよ親父。バカ息子、この親不孝者。あ、俺。わしを置いてけぼりにしてお前一人で楽しもうとは全く腹の立つ。キングオブファイターズの参加者は凄腕揃いなんだ。100点連磨の間違いなければお前なんぞすぐにポコポコされるに。親父、俺さっきさ、お前らがわしの助けなしで勝てるわけがない。今すぐベニマル君に飛行機のチケットを用意させろ。スペシャルコーチ&スーパー秘密兵器として言ってやらんでもないぞ。あの、俺さっきサウスタウンでオロチの気配を感じたんだ。何？封印の力が弱まったってことはないよな。わしは今朝からずっと部屋にこもって修行してるが別に変わったことはないぞ。封印が弱まるもんか。本当かよ。お前親を疑うのか。もう一度言う、わしがいる限り封印は安泰だ。バカ息子、飛行機の手配急げよ。これ以上母さんにこき使われるのはごめんだからな。何ですって？誰が誰にこき使われてるって？文句があるなら今すぐ荷物をまとめればいいわ。どこへでも飛んでいきなさいよ。もちろん見送りはなし。何をおっしゃいますやら、ハニーちゃんにこき使われることこそがこの草薙採集人生最大の喜び。だったらさっさと台所を掃除して。はい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 、ただいま。スケットは他を当たるしかなさそうだな。もうほらほらほら、早くして。私だ。物は届いた。予定通り進める。
ところで、頼んでおいた件はどうなった？そうか、よろしく頼む。オロチ、今日お前試合にビビりすぎて幻覚でも見たんだな。ダイモン、飛行機の手配だ。親父を呼ぶぞ。え、なんだよそれ、俺を外す気か？予算か揉めるな。ふん、ちげえよ。スーパーヒーローベニマル様には折り入って大事な頼みがあってさ、お前が抜ける間だけ補欠で親父を出そうと思ったってわけ。ふん、なんだ頼みって？ KOF に出る選手全員の情報集めだ。あ、もしもし、レイチェル？ちょうどよかった。悪いんだけど、KOF に出るやつ全員の情報をメールしてくんない？よろしく。うん。で、何か報告？マジ？坂崎百合が見つかった？どこで？本当に忙しいんだ。ジャンはまだ入院してるし、店を開けないと手術代を稼げないから。だったらなおさら KOF に出たら、それだけで5桁のギャラがもらえるのよ。一回勝てばその2倍。それどっからの情報？招待状には書いてなかったよ。お兄ちゃんがロバートさんと話してるのを聞いた。お兄ちゃんは嘘つかない。5桁？まさか日本円？いやいやいや、そんなしけてるわけがない。うわぁ、どれなら大金持ちじゃないか。でも、1チーム3人なんだろ？あと1人は？そこよね。それが問題なのよね。3人目？一体どこで探したらいいのかな？ん？てめえよくもやったな！気に入ったぜ、このジャジャウマ娘。あら、言葉には気をつけなさい。もっと痛い目を見ることになるから。ユリちゃん、キングさん。おっと、また来やがったな。しかも二人もいるじゃねえか。あの金髪いいっすね。でもジャジャ馬も捨てがたいし、親分モテモテ。ねえ親分、俺に一人くらい分けてくださいよ、お願いします。あのロリッコとか。寝ぼけたこと言ってんじゃねえ。何がロリッコだ。あれは俺がいただく。てめえら、とっ捕まえろ。はい。課長さん。あんた。マイさんをいじめちゃダメなんだから、バビッと懲らしめちゃうぞ。やっ！やった！
本当に久しぶりですね。ええ、マイさんに会いたかったんです。もう伸びちゃったの？つまんないな。ねえ、でもゆりちゃん、どうしてロンドンにいるの？お兄ちゃんが KOF に出ちゃダメだって、女の子はおしとやかにしてなきゃいけないなんて言っちゃって、お見合いまで仕組んだんだよ。ふざけんなっつーの。女だって戦えるんだから。はぁ、わかるわ、男って自分勝手よね。それじゃ、一緒に出てみる？さすがマイさん、ここで会えたのは運命ね。キングさん、弟のジャン君の手術代が足りないんだったら私の賞金を全部あげるから。え、私もあげる。そんな、そんなの悪いけど。でも決まりだな、嬉しい。招待状を使わせてもらえるなら私の招待状は金に換えられる。決まりね、私たち世界最強の女子格闘家チーム。女子格闘家チーム。なんかいまいちね。もっと聞くだけで相手がビビるようなネーミングがいいんじゃない？女王チームはどうだ？いいわね、女王チームで行きましょう。男どもに思い知らせるの、この世を支配するのは女だって。賛成。ワン、ツー、スリー、女王チームファイト。アンディ、見てなさい。こっちは手当て中なんだぞ。ねえ兄さん、次はどうする？俺たち何をすればいい？動くな。何でも言ってくれ。もうちょっと優しくしてよお兄さん。心配するな、策は考えてある。何のつもり？アンジェリナさん、金はもう振り込んである。ただし私の口座にね。はあ？金を動かしたこと、ギースさんはご存知なのかな？
いくら欲しいの？ミューズのバラって呼ばれてるんだって。一度味わってみたいと思ってた。はあ、綺麗な肌だった。おっごめんだわ。バカめ、お前みたいな安い女が上品ぶってんじゃねえよ。やめなさい。いい加減にしないと父さんに言うわよ。このことがギースさんに知られたらどっちかな、命が危ないのは。誰も気がしねえよ。だからな。その可愛いお口は後のお勤めのために休ませておけ。大丈夫か？貴様、何者だ？お金を返して。分かったよ、すぐ振り込むから足をどけてくれ。くたばりやがれ。やめて、まだ殺さないで。金だ。はい、すぐに。ちびっこ、あいつらは懲らしめておいたから大丈夫、もう泥棒なんかしなくていいんだ。ねえ、なんで私のことかばってくれるの？それは友達だからだよ、ほっとけるわけないだろ。ああ、また泣いちゃったな。あ、そんなに泣いたら体中の水がなくなってカラッカラの干物になっちゃうぞ。もうひどいわ、いつも私のことからかって。さてと、俺はそろそろ行かなきゃ。父さんとの稽古に遅れちゃうから、またな。ピョフォー。なあ、もう大丈夫か？おう、平気よ。ありがとう。ところで、どうしてここにいたの？ああ、それはたまたまだよ、通りかかったんだ。すごい偶然。ねえ、
どうやってお礼すればいい？私はクラブハウスサンド一つ、ソースはわさびとチリとマヨネーズで、あなたは？ああ、俺も同じのでいいよ。そのソースの組み合わせ、俺だけかと思ってた。また偶然ね。それじゃ同じの二つ。どうしてサウスタウンを離れたいんだ？ああ、なんだか歌うのに飽きちゃった。あなたは KOF に出るために来たんでしょ？うん。そういえば、今年の大会は君のお父さんの主催だって。そうよ。見込みのある選手がいたら部下にするつもりみたい。さっきの男はマットって言うんだけど、多分あなたのことを父さんに報告する。あなたを見つけたら絶対ちょっかいを出してくる。早くサウスタウンから離れた方がいいわ。この赤いジャケットの男はテリー・ボガード。10年前育ての親のジェフをギースに殺された。ということは親父の仇を取りに来るな。どんな手を使っても。おう、うん、兄弟弟子を殺すくらいだ。強くなるためなら手段は選ばない。あとこいつ。そいつがなんだ？なんとなく気に入らねえ。はあ、うん、パパ！私の一撃を食らってまだ生きているとは。今日のところは生かしておいてやる。ただし土産をもらっていくぞ。大々的な発表イベントまで開いて力が入ってる。次はもしかして。こっちに目線お願いします。笑顔で。素敵。見てください。I love you! Thank you! Thank you very much! 大会の参加者はこちらでサインをお願いします。おい、女神が来たぞ！女神だ！なんだ、芸能人でも来たのか？あれは！アテナ！アテナ！こらこらこら、手出すな。触ろうとすな。えらい人気だな。うん、調子はどうですか？へえ、今日見ろよ、面白い白ひげじいさんがいるぜ。行って。バカ野郎、あのじいさんは中国憲法の達人で、名はチンゲンサイだ。アテナさん、今度の大会優勝できそうですか？今の心境は。どうも、チームメイトの二階堂ベニマルと大門五郎です。どうも、お久しぶりです。
堅苦しいのは抜きだ。一緒に出られて光栄です。よろしくお願いします。いやわしはな、そこにいる弟子たちに経験を積ませるため来たんじゃ。よろしくな。忙しい中、会場に来てくださったんですね。決まりね、優勝はアテナよ。間抜けそうな軍人。今回って結構強そうなやつが多いな。おまけにアメリカンスポーツチームも出るって話だぜ。でもまあこの俺様が倒しちゃうんだけどね、一人残らず。テンション上がるぜ。それじゃあ次はリングで会おうじゃないか。その時はくれぐれもお手柔らかに頼むよ。いや、こちらこそよろしくお願いします。愛さん、なんか緊張する。ダメダメ、弱気は禁物よ。女の子はもっと自信を持ってカメラの前に立てなきゃ。最高の武器を見せつけてやるの。ほら、行くわよ。このバカ娘、家に帰るぞ。私はもう大人、指図しないで。ロバート、お兄ちゃんの肩なんか持ったら絶好だからね。ロバート、お前どっちの味方だ。せやかてりょう、落ち着いて花さんと。ピー。何？おい、ちょっと待って、ユリ。おい。なんて大きいの。はい、お嬢ちゃん、前見て歩かねえと血見るぞ。ほら、いい子にしてないと怖いでやんすよ。はあ、武器を持ち込んでいいのか。お前たち、また何かしでかしたんじゃないだろうな。人を笑ったりするもんじゃない。カメラカメラ、気づかったんだ。元凶悪犯を二人連れて参戦だった。おい、何をやってる。参加の受付に行くぞ。わかった。お話いいですか。テコンドー界最強の格闘家であるあなたがどうしてまたあんな個性的な二人と組んだんですか。私の弟子だからだ。元は悪人でも修行して立ち直れば正しい道を歩める。でもかなり重い罪を犯したと聞いてます。そもそも KOF への参加資格があるんでしょうか。それは主催者側に聞いてください。すみません、あの選手に参加資格はあるんですか。行くぞ。まさかてめえらまで出場するとは思わなかったな。おい、こら、主催者なんだよな。わざわざサウスタウンまで来て KOF に出てやろうって俺たちにそういう態度でいいと思ってんのか。そうそう、今のはちょっとないんじゃないかな。マスコミの前で選手を侮辱なんて。なあ、みんなもそう思うだろ。こっち見て、こっち見て。あのビリーさん、マスコミの前で下手な騒ぎを起こしたらギース様の計画に支障が。嫌だな。自信のほどを聞いてみただけですよ。どうぞサインを。
え、なんでここに。いいじゃない、あなたも出るんだから。でも分かったから早く帰れ。なら約束して、これからはどこへ行くにも必ず私を連れて行くって。はあ、手荷物じゃあるまいし。うるさい。うっ、ひどいわ。あなたにとって私は手荷物一家ってことね。何、そんなこと言ってないし。でもそう思ってるんでしょ。なあ、話を聞けよ。言い訳はもういい。分かったよ、俺が。お前らさ、とりあえず落ち着いたらどうかな。部外者は黙っててちょうだい。ベニマル、ヒーローの出番だぜ。美女を助けろ。あ、でかい。それにビューティフォー。おいおい、そこの兄ちゃん、そこのナイスバディちゃんにじゃなくて、お嬢さんに何してる。マイ、いい加減にしろ。ほっといてったら。美人さん、怖がらなくていいよ、俺がついてる。イケメンさん、お名前は。そうだ、何者だ、ほうき頭。そうそう、どっから湧いてきた、ほうき頭だと。このクセ野郎、てめえにほうき頭呼ばわりされたくねえ。なんだよ、てめえらやんのか、こら。俺に殴られたくてちょっかい出してきたんだな。ちょっかい出したのはそっちだ、殴られたいのはお前の方だ。本当はビビってんだよな、目が泳いでるぜ。そっちの綺麗なお姉さんもお前なんかお呼びじゃないってさ。ちょっと、あんたさ、主催者なんだろ。友達が揉めてんだ、なんとかしてくれよ。ぜ始めろ。はい。パワーを上げろ。はい。なんだお前か。始末しろ。はい。
まずいな。こちら。いたぞ。それ逃がすな。できた。ああ、待て、急げ。逃げ切れそうにないな。じゃあ勝負だ。どっちがたくさん倒せるか。オーケー。もう逃げられないぞ。早く乗れ。逃がすな、捕らえろ。待て、急げ。走る。こら待て。自己紹介しよう。私はハイデルン、国際捜査官だ。国際捜査官？それが何の用だよ。半年前、アメリカ軍にとって未知の危険元素を含む国章が盗まれた。これにギースと KOF のスポンサーである R が関与しているらしい。国章だって？心当たりでもあるのか。ギースタワーの隠し部屋で妙な蛇の彫刻を見た。確かその上に国章の弾が乗っかってた。蛇って、まさかオロチの力と関係あるんじゃ。お前の方はどうだ。俺の心当たりは国際捜査官の手には負えないから、とりあえず忘れて。ギースと R が国章強奪の首謀者ならば、 KOF に出るのは危険だ。できるだけ早くサウスタウンから離れろ。断る。俺は草薙家の末裔だ。これくらいどうってことない。ご忠告ありがとう。だが心配は無用だ。わかった。だが慎重にな。くれぐれも余計な真似はするな。痛い目を見ることになる。ふん、俺をなめんじゃねえよ。ただのアドバイスだ。実は私も KOF に出ることになっている。何か情報が入ったら連絡する。それじゃ。おい、赤ジャケット。俺の名前はテリーだ。あんたなかなかやるな。ちょうど暇だし、手合わせしないか。運が良ければ決勝戦で会おう。ちゃんと勝ち上がってこいよ。俺は絶対に残るから。親父も来れたらよかったのにな。 KOF はますます面白くなってきたぜ。心配ない。私がきれいに始末する。入れ。ボス、ご命令の資料を。テリー・ボガードを知っているか。知らないわ。誰なの？命令を聞く羊だけが生贄から逃れられるのだ。アンジェリーナ。
デリーを始末しろ。テリー、こっちよ。ごめんな、遅くなって。いいのよ、飲みながら話しましょう。子供の頃から今まで誰一人としてこの二階堂ベニマル様に勝てなかった。だがあの草薙京ってやつだけは例外だ。この借りは勝利でしか返せない。誰から来る？ふん、へえ、こいつを狙ってんの俺様だけじゃねえみてえだ。小僧、この間は随分と世話になったな。あの時の借りを返してやる。かかれ。あー、つまんねえ。ゲームしてた方がマシだぜ。敵さん、大したことなさそう。小僧、今日がてめえの命日だ。おいてめえ、身内とは卑怯だぞ。貴様、一体何者だ！余計なまねを！はぁ？俺様の名は二階堂ベニマル。俺も参加させてもらうぜ！余計な世話だ！うぬぼれんなよ！助けたわけじゃない。お前を倒すのは俺様だ！他の奴にみすみす渡すかよ！疲れた。お前、誰の恨みを買ったらこんなことになるんだよ。まだ死んでなかったのか。当たり前だ。お前もまだ死んでねえのに、俺が死ぬわけないだろ。ならさっさと死ねえ。付きまとわれちゃ迷惑なんだよ。おい、命の恩人に向かって、なんだその口の聞き方は。はあ？誰が頼んだよ。お前が勝手に手出してきたんだ。おい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 、恩知らずにも程があるぜ。俺はな、うん？よいしょ、うん、まあよしとしてやる。あれ？おい、どこ行くんだよ。まだ俺との勝負が残ってるだろう。興味ない。ああ、今日は俺も疲れちまったからな。お前ラッキーだぜ。明日まで命が長らえた。ところで、お前なんであいつらを怒らせたんだ。あんだけの数が出てくるなんて。お前、まさかボスの女を横取りしたとか。俺の彼女につきまとったからな。マジか。お前みたいな偉そうなやつでも彼女のためなら必死になっちゃうのか。なあ、彼女ってどんな子？写真とかある？ほら出せよ、俺が見てやるから。黙っとけ、ごちゃごちゃうるせえ。お、ようやく元気が出てきたじゃねえか。いや、
でもさっきのは俺の助けがなかったらヤバかったよな。なあ、俺たち何人倒した？ 40？ 50？ そんくらい言ってたよな、言ってたでしょ。あ、そんなに喧嘩好きならさ、俺とゲームやらない？最近格闘技落としたんだけど、すっげえ面白くてさ。うるせえ。ほら待て小僧、食い逃げする気か？ちゃんと金払え。食い逃げなんかしないよ。だってほらパパがそこにいるもん。パパがお金払ってくれるよ。あ、あれがお前のパパ？あの若いのがパパなら俺はお前のじいさんだ。パパ助けて。仕方ない、パパになってやるしかなさそうだ。おい、そいつは本当に俺の子だ。え、本当にお客様の？でもだったらなんでそんな離れた席に。あらーだバカ。隣の綺麗なお姉さんはママじゃないの。僕が一緒にいたりしたら邪魔だろ。ああそうか、なるほど、了解。サンキュー相棒。なんで嘘ついた？本当のパパは？パパなんかいないよ。じゃあママは？ママは死んじゃった。ごめんな、俺も子供の頃に両親を亡くしたんだ。じゃあ僕みたいな子供だったの？お前より運が良かったかもな、いい人に引き取られたから。僕なんか誰も引き取ってくれない。おじさんパパになったよ。もうパパって呼んじゃったし、僕おじさんについていくよ。いろいろ役に立てるしさ。ダメダメダメ。そんな目で見てもダメ、やめろ。根性あるガキだ。だけど本当に今は大事な用があって連れていけない。じゃあその用が終わった後でもいいから。はあ、あとね、あとがあるのかな。わかった、もしもあとがあったらお前のパパになってやる。でも今は連れていけない。はあ、決まり、指切りね、男の約束だよ。一発の大人ぶりやがって。うん。ほら、この金で食べ物を買え。無駄遣いするなよ。うん。いつまでそこにいる？今は連れて行けないって言っただろう。わかったよ。じゃあ行くけど。次はどこで会えるの？俺が見つける。さあ、もう行け。絶対迎えに来てね。テリー、サウスタウンを出て。どうしてだ？あなたはギースに勝てない、バレてるのよ、あなたの素性。私は味方よ、一緒に逃げましょう、誰も知らないところへ。私本当はちび。毒を飲ませなかったことには感謝する。だが俺のことを知ってるならこの街を出る気がないことも分かってるはずだ。悪いな。イエーイ！
皆さんお待ちかね、キングオブファイターズの第1回戦が間もなく始まります。4試合同時進行、まずはガローチーム対サイコソルジャーチームの試合を見てみましょう。必勝、アテナ必勝、アテナ。デウス。え？え？大事なのは勝ち負けではない。平常心じゃ。あ、はい。アテナ無敵。アテナ、いきます。サワディークラップ。女の子相手に本気は出せないな。手加減してやるよ。あいつ油断しすぎだ。上チームの勝利。知らぬ今井選手は美しいだけでなく腕も立ちます。果たして彼女を攻略できる男はいるのか。これでもお兄ちゃんに偉そうなことは言われないわ。おーやー。おいおいおい、何を喜んでるんだ。お前はうちの子だろ。こら、離せ。あいつにお仕置きするんだ。で、他の試合はどうなったの。怒りチームはもうすぐ勝つはず。他の2チームはまだまだね。ねえ、じゃあ勝ったお祝いに美味しいもの食べに行こう。さっき良さげな和食屋さんを見つけたの。今サービスタイム中だし。うんうん、私はアンディの試合を見なきゃ。よっ、はっ、えっ、まさかこのまま1回戦敗退。兄さん、落ち答えろ。アテナと同じ技で勝ったりで。お師匠様、ケースが勝ちそう。喜ぶのはまだ早い。え、これで決まりや。何や、まずい。カット。見事でした。いや、勝負の行方は最後までわからないものですね。さあ、続いて登場するのはサイコソルジャーチームの陳玄斎選手。かなり手強い選手とのもっぱらの評判です。ジョー、ん、戦況はどう。ん、どうなのよ。テリー頼みかな。あなたは一体毎日何のために修行してきたのよ。お互いに勝ち進んで決勝戦で会うつもりだったのに、こんなに早くボロ負けしちゃって情けない。テリーに頼り切るなんて弱気にも程があるって。全く、おい、俺はジョー、アンディはそっちだろ。怒る相手を間違ってるよ。
カムカム。テリーファイト。あなたたちチームメイトでしょ。テリーを応援しなさい。テリーファイト、テリーファイト、テリー。もっと大きな声で。テリーファイト、テリーファイト、テリーテリーファイト、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 テリーファイト。胸を借ります、ロシー。私の巻きじゃ。受け取れ。師匠、なんでや。ガロー人の勝利。ロシー、お若いの、なかなかやるの。だが勝ちを譲ったわけじゃない。しかし勝ち負けの判断には人それぞれの基準があるのじゃ。お前たちもよく覚えておけ。どれだけ強くなっても上には上がある。修行の道に決して終わりはないのだ。はい、師匠。勉強になります。ああ義様、アンジェリーナはあの男に騙されてるんです。もういい。あの娘をどうこうするつもりはない。小僧め、このままで済むと思うなよ。行くぞ。ふっ、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 ふっ
ファイトでやんす。頑張るぞ。ガラセガラセガラセ。半月さん。なかなかいい腕をしているな。だが、ウォーミングアップはここまでだ。覚悟しろ。大丈夫だ。サングラスをかければ調子が戻る。草薙卿たちはどうなったかな。何が三発で倒した、何のためのトサカ頭だよ。大門、俺たちが勝つしかないな。うるせえよ、今気分作ってるとこだろうが。相手があまりにも不細工すぎていつもの調子が出ねえの。バーカ、試合に集中しろ。覚悟しろ、ベニマル様がぶっ飛ばしてやる。腹でも痛い？うん、違う。ほな、ええわ。肉まんく？うん。おい、ベニマル、気をつけろ。ああ、テグリーゼイ、祝杯の用意しとけ。
ちょっと力入れすぎちゃった。でかいの、お前大丈夫か？師匠、魂に何か起きているようじゃ。第1ラウンド勝者、アメリカンスポーツチームブライアン・バトラー。話せよ、あいつ絶対おかしいって。あんなになっても立ち上がるなんてドーピングに違いねえ。許せねえよ、文句言ってやる。やめろ、オロチ一族が絡んでるかもしれない。え、マジで？ダイモン、気をつけろ。うん。よっしゃ。盗聴してたのか。これは罠だ、命を大事にしろ。行かなきゃ彼女が死ぬんだ、放っておけない。気をつけろよ。
今ボキって言ったよね。大門五郎はただの柔道チャンピオンじゃないからね。これどう思う？足が折れたのにあんな飛び上がるなんてどう考えても普通じゃないわ。なんかすごい薬飲んだのかな。大門、スリーツとは俺に任せろ。オロチの力を手に入れたのか知らないが、俺には通用しない。お前の負けは決まりだ。お前の頭じゃ理解しろったって無理か。焼き肉になっちまっても知らねえぞ。まだやるか。力だ。もう一丁来い。おっと、コーナーポスト殴ってどうすんだよ。あめんだよ。
決勝進出の4チームが決定しました。準決勝の会場はクルーズ船です。電話にも出ないなんて、兄さんはどこに行ったんだよ。テリーの居場所ならわかるぞ。お前のことは伝えたよ。もうすぐ奴はここへ来て死ぬことになる。いいえ、来ないわ。毒を盛ろうとした私を助けに来るはずない。助けにも来ない奴のためにギース様を裏切ってどうなるんだ。あなたにはわからない。この世界にまだ一人、ずっとお前を思ってる人間がいる。知ってるか？じゃあ、逃がしてくれるの？ダメだ！ギース様が見張れと言った。計画を邪魔しないように。信じて、彼のところへは行かない。そんな嘘信じられるか？わかる。あんたと彼の違いが何か。私が好きな男は狼のように自由のために戦うの。犬みたいに首をつながれて尻尾を振って媚びを売ったりしないわ。ピリー、何する気？なぜわからないんだ。奴は間違いなくここで死ぬ。道連れになるつもりか？私の勝手よ。あなたには関係ない。とにかく今夜奴は死体になるんだ。誰だ！